パッツ・ドミノは、R&B とロックンロールの歌手、作曲家、ピアニスト。本名は、アントワーヌ・ドミニク・ドミノ。1950年代から1960年代初期にかけて、アメリカで最も売れた黒人歌手の一人である。ストライド奏法トブギュギの影響を受けた、独自のブルース調のスタイルでピアノを演奏した。代表曲は、ブルーベリー・ヒル・エイント・ザ・ト・エシェーム。 ウォーキングツーニューオーリンズ、アイ・アイム・ウォーキン、ブルー・マンデーなど、ロックンロールの創始者の一人と言われており、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、第25位だった。ハワード大学中退。1949年、インペリアルレコードより、デトロイト・シティ・ブルーズでデビュー。B 面に収録された、ザ・ファットマンが、 R&B チャート2位の大ヒットを記録する。インペリアルには1963年まで在籍し、デーブ・バー・ソロミューのプロデュースと共作の下、数多くのヒットを世に送り出した。1963年に ABC レコードへ移籍するものの、以後インペリアル時代に匹敵するヒットは生まれていない。1986年、ロックの伝道入りを果たしている。 ニューオーリンズのロワー,ーナインスワードに自宅を構えていたが2005年のハリケーンカトリーナで浸水。一時は行方不明と伝えられたが無事救出された。2006年にはカトリーナの前にレコーディングした新作アライブキッキンをリリースした。同年春のニューオーリンズジャズヘリテージフェスティバルでは最終日の鳥を務める予定であったが当日になってから 体調不良を理由にキャンセル。演奏はしなかったものの、会場には現れ、ステージから観客に対し、演奏できないことを謝罪した。ビートルズも彼をリスペクトしており、ジョン・レノンは、ロックンロール、ポール・マッカートニーは、バック・イン・ザ・ USSR で、エーン・ト・ザ・ト・シェイムをカバーし、ポールは、アイム・イン・ラブ・アゲインをカバーしている。くしくも、アイムは、ジョージ・ハリスンが、 初めて買ったロックのレコードだと発言していた。なお1964年にアメリカツアー中のビートルズと対面している。2017年10月24日にルイジアナ州で死去。ありがとうございます。